いや、めちゃめちゃ寒いです。今なんとマイナス 2.3 度です。これからさらにどんどん下がっていきます。 FF ヒーターつけてるんですけど、寝るときは切って寝ます。軽キャンピングカーのボディの断熱性調べるにはもってこいです。やばそうだったらヒーターつけます。雪の状態なんですけど、こんな感じでもうシャーベット状です。カチンコチンです。ビール冷やしてたんで、これですね。で、車内でキンキンに冷えたビールいただきます。最近毎日うさはりでビール飲んでます。これで飲むと本当美味しいんです。めちゃくちゃこれ薄くて口当たりが本当いいんですよね。でもこれすぐ割れます。なのでこんなに慎重に包んで保護して持ってこないといけません。なので車中泊には全然向いてないです。でもどうしても雪の中で軽キャンピングカーの中でこのうさはりでビール飲みたかったんです。なので持ってきちゃいました。雪で冷やしたビール、なんでこんなに美味しいんでしょう。もうなくなっちゃいそうです。いや、めちゃくちゃ飲んでしまいました。やっぱりいいグラスで飲むとビール進みます。今車内の温度が 21.9 度、そして外が 3.8 度。インディの横に設置している温度計では今 4.7 度です。氷点下です。車内のポップアップは開けたままです。運転席にも温度計置いたんですけど、今その温度が 4.3 度です。こっちの中は22度です。カーテンでもかなり断熱効いてるんですね。それではお腹空いたんで晩ご飯にします。ラージメスティンにこのエスビットのポケットストーブ、こちらでしゃぶしゃぶをします。
今日は奮発してしゃぶしゃぶ用の牛肉買ってきました。すごい薄い牛肉ですね。これをラジメスに投入します。いただきます。ごちそうさまでした。いやー、体温まりました。また火ついてますね。消しておきます。結局固形燃料は1つ追加するだけでした。1つ25分燃焼しますんで、2つで50分、これだけ時間あれば1人でしゃぶしゃぶするには十分です。今車内の温度は 21.8 度、そしてなんとフロントウィンドウにある温度計マイナス 8.5 度です。やばいですね。マイナス8度体感したことないんで、せっかくなんでこちら片してから外散歩行ってきます。それではマイナス8の世界体感していきます。あ、タオルって凍るんですかね。一回やってみます。わあ、すごいな。めちゃくちゃ寒いです。このガラスもボディも凍ってます。ライトも凍って中が見えません。濡れたタオル凍るんですかね。一回回してみます。あ、凍ってはないですね。カチンコチンになるかと思ったんですけど、ちょっとこのまま放置してみます。でもなんか湯気みたいなの出てます。うわ、すごい。これ分かりますかね。なんかタオルから湯気が出てます。でゴミをこのギアボックスの中置いておきます。タオルはここにかけてきました。これ明日の朝どうなってるんでしょう。楽しみです。この発熱パッドはモバイルバッテリーで作動させます。今日で言っときます。いや、めちゃくちゃあったかいです。
で、今の気温なんですけど、FF ヒーターはもう切りました。中が 19.4 度、外がフロントウィンドウが 8.3 度マイナス、そしてサイドがマイナス 8.1 度、氷点下8度ですね。でポップアップなんですけど、かなり冷気が入ってきてます。で、壁の断熱性能を調べたいんで、今日はポップアップ閉じて寝ます。おはようございます。しや、よく眠れました。全然寒くなかったです。この組み合わせ、かなりありですね。現在の気温が、中が 3.7 度、外がマイナス 6.6 度。いや、相変わらず寒いですね。で、昨日の最低気温が、うわ、すごい。マイナス 9.5 度です。ここまで下がるんですね。外がマイナス 9.5 度で、中が 3.4 度なんで、だいたい12度ぐらい、中と外、気温差がありました。やっぱり、キャンピングカーのボディの断熱って、すごいですね。発熱パッド一晩中で使ってみて、モバイルバッテリーの残量が 58% です。これ最初使うときは 85% でした。中だったら2晩使いますね。こちらのモバイルバッテリーの容量は 26,800mAh です。今ですね、ツイッター見てたらトレンドに日本最低気温の日、こちらが入ってました。調べると1902年の1月25日に日本で最低気温が観測されたそうです。今日は1月25日です。空は寒いわけですね。ちょっとタオル見てみます。うわ、すごい、カチンコチンですこれすごいな。このクッカーの中に水入れてきました。どうなってるかな。うわ、すごい凍ってます。これはテンション上がりますね。それでは散歩したいんですけど、さっき朝ごはんの用意しておきます。これロゴスの羽釜土鍋です。すごい雰囲気ありますよね。いちご炊きです。すごくロマンを感じます。どうしても雪中車中泊でこの土鍋で食べたかったんです。それではお米にお水吸わせてる間に外の様子見てきます。いや、めちゃくちゃ気持ちいい朝です。気温かなり低いんですけど、こういった感じで防寒対策しっかりしていれば、街で過ごすよりなんかこっちの方があったかい気がします。よく北海道の方が東京は寒いというのがなんとなくわかる気がします。なんか雪だるまあります。誰か作ったんですかね。
ちょっとせっかくなんでコラボしておきます。はい、これでコラボ完成しました。誰もいなくて貸し切り状態なんで、後でご飯食べたら少し遊んでから帰りたいと思います。かなりいい感じにご飯が水吸ってくれてます。そしてせっかくなんで今日は鯛めし作ります。スーパーで切り身買ってきました。昨日のしゃぶしゃぶの野菜の余りありますんで、こちらも入れていきます。味付けなんですけど、めんつゆ大さじ1杯、これだけでいきます。もう目分量で入れます。こんなぐらいかな。あとは火をつけて放置するだけです。はい、火消えました。しばらくこのまま放置して蒸しときます。で、20分ぐらい蒸すんですけど、味噌汁も飲みたいんで、このシェラカップでお湯を沸かしておきます。この小さい孤独、ここにはまって固定されます。で、この上にシェラカップを置いてお水入れてそのまま沸かします。いただきます。ごちそうさまでした。いや、いちご全部食べちゃいました。おこげも美味しかったです。固形燃料でのミニマムセット、かなり楽しかったです。なんかおままごとしてるみたいでした。このロゴスのミニミニかまどを使ってみてなんですけど、こちら前から火がちょっと溢れるんですね。なので今回ここちょっと焦がしちゃいました。乗せるときにここからですね、炎が来ました。で、後ろとかは来なかったんで、もうちょっと一番後ろのところに固形燃料を置いて火をつければよかったかなと思いました。ゆっくり調理するので、時間があるとき、のんびり車中泊してるときはすごい合ってるなと思いました。かなりリラックスできました。で、こちら注意事項なんですけど、やっぱり炎なんで必ず火消しスプレーはもうすぐ
出せる状態にした方がいいと思います。そしてこれこんな感じで網焼きみたいなのできるんですけど、固形燃料の場合は直接火当たると体にかなり害ありますんで、これで直接焼かない方がいいと思います。鉄板とかだったら大丈夫です。それでは洗い物乾くまで少し時間かかりますんで、車の周り雪抜けたりとか、ちょっと雪で遊びたいと思います。タイヤの前とかも大丈夫ですね。大きい雪の塊はなさそうです。それではワイパー戻して、もうフロントウィンドウも全然凍ってないですね。大丈夫です。チェーンをまとった軽キャンピングカーってすごいいかつくなりますね。かっこいいです。今日はね、雪がすごい凍ってるんで、前みたいな感じで柔らかかったらかなり遊べるんですけど、そこは少し残念です。それではリアのボックスにこのシュラフ直しておきます。はい、シェードも直しておきます。今日はすごい結露少なかったです。中は全然結露なく、窓もこんだけだけです。全然ですね。それではポップアップ下ろして、まだ雪道ありますんで、しばらくチェーンで走ります。で、雪がなくなったらチェーンを外したいと思います。ありがとうございました。すごいやっぱりゴツゴツしてますね。かなり凍ってます。で、乗り心地はめちゃくちゃ悪いです。もう、おお、すごい。で、これでゆっくり行きます。うわ、この辺ももうすごい凍ってます。これはチェーンあって安心です。もうほとんど路面に雪なくなってきたんで、そろそろチェーン外します。この舗装されている道路チェーンだとかなり乗り心地悪いです。それではチェーンを外します。結構ですね、チェーンの装着慣れてきましたんで、一回外すのにどのぐらい時間がかかるのかタイム測ってみます。さあ、それではタイム測ってみます。せーの、はい、25秒で外せました。これ今ちょっとタイヤ下チェーン噛んでるんで抜けないんですけど、ちょっと動かしたらもう抜けます。結構慣れたら早くできるもんですね。それでは反対側も外して出発します。